こんにちは。今回はチェス交換問題の数学を紹介したいと思います。早速始めましょう。問題です。今回活躍するのはナイトというコマ。ナイトは、将棋でいう桂馬マのような動き方を四方に対して行うことができます。今、同じマスに複数のナイトは存在することができないものとしましょう。この時、左側に示した配置 A の状態から右側の配置 B、 の状態にナイトを動かすことはできるでしょうか必要があれば動画を止めてじっくり考えても OK です。わかりましたか実際にいろいろ動かしてみるとその難しさに気づかれたんじゃないかなというふうに思います。実は配置 A から配置 B に動かすことは決してできません。 でも、どうしてでしょうか移動させることができないということを証明してみましょう。そのためには、チェス版の状態を、まずは数学的に表現するところから始めてみたいと思います。最初に、チェス版の各マスに1から9までの数字を割り当てていきましょう。そうすると、9つの点の集合を得ます。次に、 ナイトが直接移動することができるマス同士を線で結んでいきましょう。例えば、3番目のマスにいるナイトはあ、4番目のマスと8番目のマスに直接飛ぶことができます。だから、3と4の点を線で結びます。また、3と8の点も線で結びます。このような操作を1から9までの全ての点について行いましょう。そうすると、 このような図形が得られます。この図形はなんだかあ幾何学的な模様に見えてすごく面白いんですけど、このままだとどのような状態なのか、図形を理解することが難しいですね。だから、点と点のつながり方の状態は保持しつつも、えー、少しほどいてあげて、わかりやすい表し方をしてみましょう。こうなります。 チェス盤とその上のナイトの動き方をシンプルな図で表現することができました。この書き方を使ってハ置 A とハ置 B を表してみるとこうなります。ポイントは黒と白のナイトの並び方です。時計回りに見てみましょうか。ハ置 A の場合7のマスからスタートして黒、黒、白、白という風にナイトが並んでいます。それに対してハ置 B では黒、白、黒、 白というふうに交互に並んでいますね。ということは、ハーイチ A からハーイチ B にナイトを移動させるためには、必ずどこかのマスで黒と白のナイトがすれ違わなければいけないということです。しかし、同じマスに複数のナイトが存在するというのはルール違反なので、このような移動は不可能だということになります。証明終了どうだったでしょうか面白かったですか 今回の問題では、チェス版をこのような図を使って表現しました。この図は9つの点とその点を結ぶ8つの線から構成されています。数学、特に理算数学と呼ばれている領域では、このような図形のことをグラフというふうに呼びます。グラフを扱う数学の用語を使うと、今回点と呼んでいたもののことは頂点と呼びます。また、線、 と呼んでいたものは変となります。頂点と変から構成されるグラフという構造は、実は我々の身の回り至るところに溢れています。例えば、ある学校のクラスメイトたちを頂点、そしてクラスメイト同士が友達であるということを変を結ぶことによって表すならば、あるクラスの友達関係というのはこのようなグラフによって表せます。 有機化合物の構造式もよく考えてみればグラフになっていますね。各原子が頂点、そして原子同士の間の共有結合が変にあたります。路線図もグラフです。各駅が頂点、そして駅同士を結ぶ電車の路線が変にあたります。あるいは生き物たちの進化の様子を表した進化の木、すなわち、系統樹もまたグラフです。はい。 最後に、えー、今回の内容に関連してクイズを出して終わりたいと思います。1問目。こんな風な、あ四隅を切り取ったヘンテコなチェス板の場合、どうなるでしょうか同じように左側の配置から右側の配置に移すことができるかどうか考えてみてください。もし答えが分かった方がいらっしゃったらコメント欄で教えてください。2問目。このような移動は可能です。それでは、この左側の配置から右側の配置に ないと動かすためには最小で何回操作を行う必要があるでしょうか。最小手数を求めてください。これについても答えが分かったらぜひコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次のビデオでお会いしましょう。